ジョンソン軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15万934人であり、2000年の12万6811人から19.0%増加した。軍庁所在地はクリバーン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ジョンソン軍はダラスフォードワース大都市圏に属している。 軍名は、テキサス・レンジャー、軍人、政治家だったミドルトン・ジョンソンにちなんで名付けられた。ジョンソン軍に最初に入った白人開拓者は、ヘンリー・ブライデンであり、ノーラン川沿いのマルタゴヤに住んだ。そのマルタゴヤは現在でも残っており、リオビスタのテキサス州道174号線沿いに見ることができる。ジョンソン軍は1 8 5四年に設立され、最初の軍長は、 現在のパットクリバーンこの地にあったウォードビールだった。1856年にはブキャナンの町が軍庁所在地になった。1867年、ジョンソン軍が分割され、西半分はフット軍になった。キャンプ・ヘンダーソンが新しい軍庁所在地になり、南軍の将軍パトリック・クリバーンにちなんでクリバーンと改名された。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は734平方マイルで、あり、このうち陸地729平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.68%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジョンソン軍は北中テキサスのダラスフォードワースメディア市場に属している。地元では、 テレビ局10局から放送が流されている。地元の新聞としては、クリバーン・タイムズレビューがある。キーム市にある、私立教養系大学のサウスウェスタン、アドベンティスト大学が、ジョンソン郡内にある、唯一の4年制高等教育機関である、セブンスデー・アドベンティスト協会の参加にある、隣のヒル群の町ヒルズボロにある、ヒルカレッジも高等教育を行っており、 1971年、イライクリバーンにキャンパスがある。ありがとうございます。